レコン12歳。親父のジンに会うためにハンターを志した俺は、そのハンター試験で大切な友達と出会ったんだ。俺キルア、ゴンと同じ12歳、暗殺を生業とするゾルディック家の一人。俺ってゴンの友達になれたのかな。決まってんじゃん、友達だよ。で次はクラピカ。同胞のクルタ族を皆殺しにしたゲイエイロダンを捕らえ、奪われた火の芽を取り戻そうとしているんだ。でもゲイエイロダンはすごい念の使い手で、そう簡単には捕まえられない。でこいつがレオリオ。金目当てにハンターになったと思ってたけど、実は貧しい人を救う医者になるのが夢なんだってさ。この3人が俺の友達なんだけど、もう一人紹介しておくよ。ひそかハンター試験で出会った強くて不気味な奇術師。俺の兄貴のイルミとも知り合いで、すっげー謎めいたやつ。強いやつと戦うことが生きがいのひそかは、幻影旅団の団長クロロと勝負するために団員の4番の男と入れ替わって旅団のメンバーになったんだ。怖っ。では劇場版ハンターハンター始まり始まり。キルはどうかしたの？え？何が？俺の顔見てたでしょ。見てねえよ。嘘？嘘じゃねえって。なんか怪しいな。なんだよ、お前なんか見てねえっつーの。お客様。お前いびきかいてたの？え、いびき？キルアだって歯ぎしりしてたよ。俺が？嘘つけ。嘘つきはキルアの方だろ。なに？だって先に嘘ついたのキルアじゃないか。うるせえ、お前がくだらないこと言い出したからだろ。くだらなくないよ、だって本当のことだもん。だから見てねえっつってんだよ。お客様、席にお着きくださいませ。はい、どうも。なんだこれ、つか下手すぎて何にもわかんねえ。うんうん、でも大丈夫、こんな時はハンターの情報サイトを使おう。正しい選択だ。あ、キルア、どうだった？そっちは？見つかんなかった。そっか、こっちも同じ。あ、紹介するよキルア。この子は人形師のレツ。さっき知り合って友達になったんだ。よろしく。友達？はなんか当てになんない話だな。ゴン、なんでこんなやつ連れてきたんだよ。え？何？心当たりってのも怪しいもんだぜ。実はカッパライとかじゃねえの？キルア、なんだよ。僕はゴンに頼まれて手伝ってるんだ。なんで君にそんなこと言われなきゃいけないんだ。謝れ。うるさい。レツ、大丈夫？怪我してない？キルアもやめてよ。お前もしかして女か？女？よくある話だけどな。知ったかぶりして。キルアも最初は分かんなかったくせに。うるせえな。ゴンはどこまでも透明な目をしている。キルアの目は闇を帯びているけど純粋だ。やめろよ気色悪い。イエーイ、照れてやんな。照れてねえよ。いいじゃん、似合ってるよ。なんか恥ずかしいな、こんな格好初めてだよ。そんなことはどうでもいいから早く教えろよ、お前の心当たりの場所。うるさいな、今案内するよ。俺たちと一緒じゃまた危険な目に遭うから場所だけ教えろって。
大丈夫だよ。死ぬかもしれねえんだぞ。こんななってよ、うぎえってなって、何も始まらないよりいい。はあ、じゃあ別行ってくるね。気をつけてね、ゴーン。ついでにキルアもね。俺って最低だ。もうどうでもいい。キルア！本当ってなんだろうね。自分らしく生きるってことじゃねえのか。レオリオは医者になるって目標があるもんね。私は同胞の目を探す。全てはそれからだ。俺は親父に会う。俺は、俺何もねえ。キルアは俺のそばにいてよ。え、俺キルアと一緒がいいんだ。しょうがねえな。今はゴンのそばに。長い旅路、僕ら強くなった。でも言えない絆。